この動画は、徳島県教育委員会が、学校生活や家庭生活での人権学習をサポートするために作成した、徳島心のサポートです。今、私たちにできること4、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種にかかる差別をなくすために、 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が各地域で始まっています。ワクチン接種について、皆さんに知っておいてほしいことがあります。一つ目は、ワクチン接種は強制ではないということです。接種するかどうかは、本人が決めることです。二つ目は、ワクチン接種をしたくても、 病気やアレルギーなどの理由で接種できない人がいるということですこのようなことを踏まえ皆さんが安心して生活するために守ってほしいことがあります一つ目はワクチン接種をしたかどうかを無理に聞くことは絶対にしないということですそれとともに二つ目として ワクチン接種をしていない人に、接種を強く勧めないということです。また、三点目として、ワクチン接種をしていないことを理由に、いじめや仲間外しをしないということです。これから、ワクチン接種が皆さんの周りでもどんどん進んでいくと思いますが、今お話ししたことをしっかりと心に留めて行動しましょう。 最後に今まで何度もお話ししてきたことですが改めて皆さんにお願いしたいことが3つあります1つ目偏見や差別につながる行動は絶対にやめましょう2つ目正しい情報をもとに行動しましょう3つ目相手の気持ちを考えて行動しましょうこれからも 違いい、を認め合い自分と同じように周りの人も大切にできるように生活していきましょうこれで人権ミニスタディを終わります。